おはようございます。今日は金沢の法務局、今日は法人設立の日です。自分の湯気に作ったら自分でやったんですか。はい、懐かしい感じです。懐かしいですね、うん、こっち取りに来る以外に設立でここ来るのがなかなかないですね、うん、会社は毎年のように作るぐらいじゃないとやっぱダメですね。そこに何か身につけるとかあるんですか。重ねたら買い直しですか。そんなことない。つけるの切っていいから、つけてくださいつけ方に、うん、このページのとこでもいいんですか。ペロッとやってください。ここでもいい。ここでもいいの。ここでもいいの。こんなにデコリンなことしないですよ。はい、OK です。OK です。向こうここに座ってるんで、あそこの3番の受付の窓口になってきて、受付だけなんですか。はい、設立ですって受付してもらってください。それを探してさんが動画で後ろを撮ってます。操作されてください。行ってきましょう。じゃあ3番、はい、行きましょう。これは僕15年前やりましたので、うん、じゃあ、そうなんで、これなのかな。あ、でもここにありましたね、どこだ。15年前、25、6の時ですね。緊張以前に何も分かんないんで、右も左も分かんないんで、インターネットで。一応、うん、であとまた3年後かとともに修正かけて、お疲れ様でした。何が疲れてないの。いや、最悪でしたね。当時じゃあ初心者を売りで罰金ですか。はい。日本っていう日本という国というよりもこの法治国家システムって全部罰金なんですよ。うん、所有すると罰金、利益出したら罰金、何かするとそうそう罰金。あ、そうですそうです。全部罰金です。の方がなんかしっくりしますね。実感が湧くかなって。あ、全然同行しますよ。いや、別にいいですよ。同行はしますよ。初めての使いじゃない。ここ行きません。受け取るだけですかね。そうそう、うん、この花束は自分の
別に体調持っていけば、免許証持っていけば、必ず出してくれるので、で、まあ、カードもらったら、そのまますぐ、さっきの後ろのとこで、患者さん間違えて行ったところで、印鑑証明書と登記簿謄本なんとか取ったらいいです。これは持ってきます。あれそうすると、もう登記簿謄本取れたら、クレジットカードとかああいう請求も全部請求じゃない申請とかも出せるってことですね。謄本は2、3つあったらいいかなと思います。確かに、うん、何往復かした覚えあります。もらわずに帰ってそのスーツ持っていたらよかったわ。あれもこれも、また行くので、しかも、ね、1回申請ごとにしてたから、まとめてじゃなくて何回も来たっていう。はい、っていうので、今日のミッションとりあえずこれで終了。なんか10分ぐらいで終わったんですけど、今日とりあえず登記簿を提出してきて、で完成するのが問題なければ26日、今月末、だから20だから5日後5日後で3日後か3日後ぐらいに違う5日後だ、うん、5日後に、法人が登記できるんで、その日が、法人の生まれた日って感じですね。はい、以上、今回現場からお伝えしました。